ちは、神谷です。まいこです。はい、前回に引き続き、はい、音楽に関する質問にお答えする動画を、はい、今日は早速始めていこうかなと思うんですけども、はい、実はですね、うん、今日のお衣装も、はい、スタイリングさんからお借りしている、ね、はい、ワンピース、はい、ワンピース、これね、これも実は長いんですよ、はい、このまんまずっと足首まであるワンピースと、はいはい、こちらもこちらは前側がちょっと短くて後ろが長くなっているワンピースでございます。紅白でおめでたい、はいはい、そうですね、はい、今日も、はい、スタイリングのお洋服を着させていただいてお送りしたいと思います、はい、では早速質問を、はい、よろしくお願いします。はい、よくね、曲がすごく、まあ、歌詞とか良すぎて、まあ、これ実際にあったんですけど、私もエリさんと何年か前に大阪で童謡の曲を特集でやった時に、うんうん、大きな古時計をやることになって、うんうん、その、うんうん、お家で練習してる時に歌詞が良すぎてもう泣いて歌えないってなってしまって、うんうん、これ本番どうしたらいいんだろうっていうことだったんですけど、うん、でも心を鬼にして何も感じてないふりして歌うっていうのもなんかお客さんに伝わらないなと思ったりとかして、うん、そんな時はどうされてますかっていう質問なんですが、なんかね、はい、これね、ちょっとうまく伝わるかわかんないんですけど、うん、はい、私前世に遡ったこととかないんですよ、はい、よく前世療法とか知ってる？なんかどん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 、はい、なんか精神科医の方がね取り入れていらっしゃる、先生もいらっしゃるみたいなんだけど、はいはい、まあ、トラウマをこう治癒していく上で、そのトラウマに向き合わなくてはならないということで、はい、自分が意識していない潜在意識下で、うんうん、そのトラウマにとらわれている場合を紐解いていくためにどんどん過去に戻っていくっていうね、そういう治療法があるんですって、うんうん、私もその、お医者さんが書かれた博士が書いた、本っていうのを、ね、読ませていただいたんですけど、その時にうっかり今世ではなくてその前世の、はい、記憶まで戻ってしまう方がいらっしゃると。で、その時の、まあ、トラウマに、はい、もう一度向き合って、それでそれを手放していくことで、その方のなんか病気が治るっていうような、そんな本だったと思います、はい、その中にね、出てきたことなんですけれども、はい、なんか前世に戻った時には、うん、もう一回辛い場面が出てきますと。ああもう耐えられないなと思ったらヒュッて上に上がってくださいと、はい、そうすると第三者がこう自分が見えてる感じでヒュッて上から見て第三者がこう自分を見ているような、うん、そんななんかこう、はい、視覚になるので、はいはい、そういうふうに見るとその辛いところからね抜けられるのでって先生がおっしゃるわけですよ。でなんかそういうことに近い状態で歌うのが私いいんではないかって思うんですよね。行ったことないんですよ、そんな前世療法も受けたことないし、はい、そんな適当に言ってるんですけど、でも要はですね、第三者としてストーリーテラーになってなるほど、その歌を歌うっていうこと、はい、要は感情移入しすぎてしまうと、なんか胸が詰まる思いがあるじゃないですか、すごく歌詞が、辛い内容のものだったりとか、はい、その人になりきると本当に精神的に辛いなみたいなところ、はい、そういう時は一歩こう引いた感じで、はい、ストーリーテラーになりきって、まあ、こういうことがありましたっていうような、はい、立場からその曲に、向き合って歌うようにはしてます。うん、そうするとこうなんか難しいんですよ、はい、感情移入が全くない歌なんてつまんなくて聞けないと思うし、うんうん、かといって悲しい歌をこれ悲しいでしょ悲しいでしょって言われると逆に聞いてる方って冷めると思うんですよね、うん、そんなこともありますよね。そうだってこう、はい、なんか本当に作り笑いで本当は楽しくないのに、うん、なんか作り笑いでニコニコしながら、うんうん、踊ってる人とか何人か私見たことあるんですけど、はい、うん、なんか逆にこう心が痛くなってしまったりとかですね、あんまりこうご自分のなんていうんですかね、こうしなきゃいけないみたいなものだったり、なんか、ね、笑いたくもないのに、ちょっと笑ってみたりとか、
はたまたその逆でですね、その、うん、あまりにもそのストーリーに入りすぎて、はい、泣いてしまったりみたいな、うん、その自分の感情が嘘でも本当でもめちゃくちゃ前に出てしまうと、うん、聞き手がこう一歩その何にもないところから情報が入ってきて自分の感情と照らし合わせてその心の置き場を決めていくときに、ちょっと邪魔になってしまったりするのではないかなって私は思って歌うようにしています、はい、ありがとうございます。そして続いての質問が、はい、すごいざっくりなんですけど、曲はどうやって作られるのですか。お、はい、オリジナルソング、はあ、はい、昔、はい、あの私がメジャーでやっていた頃にですね、はい、曲はどういう時に思いつかれるのですか、はい、という雑誌社からの、はい、雑誌の社の方からの質問に、はい、締め切りが迫っている時ですって答えて、はい、ひどく怒られた記憶もありますけれども。わかりやすいですけど、そうなんですよ、あの夏休みの宿題とか、はい、結構先に終わらせるタイプでした。まず前半はーってやりますけど、やっぱ途中で遊んでる方が楽しいやってなっちゃって、はい、最後にやっぱり駆け込みで、はい、やることが。でもやるんですね。最初だけちょっと調子に乗ってやりますけど。でもその切羽詰まってからやるわけですよね。はい、私なんかね、途中からどうやって逃げようっていうことに使ってましたね、時間をね、はい、うん。そんなことはどうでもいいんですが、はいはい。なんか、まあ、よくね、はい、お風呂に入っている時にメロディーが降りてきただとか、うん、はいはい、なんかふとした言葉がとかっていう、うん、すごくアーティストの方がクリエイティブにねお話されているところ見たことあるんですけど、はい、私そういうなんか神がかった、素敵な、アクシデントじゃなくて何て言うんだろう、はい、そういう素敵な偶然みたいなの一個もなくて。そうなんですね。そうなの。へえ。だからね、本当に私はなんかソングライティングの才能っていうのが本当にないんだなって思って悩んだ時期もございましたが、なんかこう曲を作る機会をいただいたりとか、うんうん、はい、そうやっていくうちに、そうですね、なんとなく、自分の今じゃあ曲を作ろうってなった時に、何を言いたいのかなっていうところに、フォーカスする時と、どんな曲調のものを作りたいのかなって、うんうんうん、音から入ってくる時と、はい、2種類ございまして、はい、それによってなんか曲の作り方って変わってくるかなって思ってるんです、うん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 、でなんかすごくいい音楽を聴いて、わあかっこいいな、こういう音楽やりたいなとか、こういう曲歌いたいなって思った時には、うんうん、ビートとコードですね、あ、はい、うん、そこを決めてその中で合うメロディーを歌ってみるっていう風に作りますし、あとは、アルバムにも入れました大きな木って曲は先に詩がありまして、はい、へ、私は詩線っていうんですけど、詩線の、曲っていうのはすごく少ない方だと思うんですが、先に歌詞があってそこに曲をつけていったっていうやり方で曲を書くときも稀にあります、うん、津波にこう津波に津波に、はい、歌詞を提供していただいたとか、うん、曲を提供していただいて歌詞を作るとか、そういった事例などない。あ、そうなんですね。ないんですよ。私すごい絶望してたんですけど、はい、はい、そうなんです。私は本当、はい、人が作った歌しか歌ってこなかった人間なので、もともとだってジャズシンガーじゃないですか、はい、で、あのメジャーでデビューした時に、まあ、ジャズではなくて、まあ、J ソウルっていうような、カテゴリーの中で、デビューさせていただいたんですけど、なんかその時にあのぜひ人が作った歌、はい、あの全部やってもらいたかったですね、はい、プロデュースから何か全部、はい、でも、はい、なんかそれを頼んで、じゃあこの人って来たやつとかがむちゃくちゃダサくて、うんうん、もうえ、こんなんだったら私自分でやります、みたいなことになっちゃったんですよね。その時にね、曲を提供してくださった方、この動画を見てないことを切に願いますが、
まあ誰だか分かんないでしょうけどね、はいはい、うん、たくさんいたので、うん、そうなんですね、そうそうそう、もうね、はっていうようなものばっかりだったんです、はい、だから当時の私の感覚に合わなかったんですよね、はい、あ、なるほど、そうそう、だからじゃあ自分でと思ったけど、でもさっき言ったように私にはちょっと曲を書く才能がないので、ぜひ外注をってお願いしたんですけども、はい、いやいやいや自分で書けるんだから書きなさいっていうふうに言われて、今からでも遅くはございません、私にどうか楽曲提供をお願いいたします。この場を借りて。そんなわけでですね、ありがとうございます、とんでもないです、はい、ね、なぜかが動画の最後に楽曲を募るという、不思議な方向でこの動画終焉を迎えようとしておりますが、はい、はい、そんなわけなんですよね、はいはい、大丈夫ですかね、質問に私答えられてます、もうすごく勉強になりますし、また本当ですか、はい、続編をやりたいなと思います、ぜひぜひそう言っていただけて、はい、あとご質問なんかもいただけたらお答えいただけるんでしょうか。あ、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、なんかメールとか、はい、そういうので、はい、コメントとかでも、はい、お寄せいただければと思いますので、はい、そんな感じでいいかな、今回は、はいはい、最後まで、はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。